したの、ゆっこ。春が今日会えるって。ああ、春くん。いいよ、行っておいで。いや、断る。え？今日はリサと宿題するって約束してたもん。な、私はいいから。春くん学校別だし、平日めったに会えないんだし、行ってあげなよ。いや、断る。約束が大事。でも。断る。ああ、そういえば私今日用事あったんだ。ごめん、リサ。ありがとう。ゆっこが幸せならそれでいいんだ。二人が付き合う前から見てたし。リサ、春がキラキラして見えるよ。ねえ、ゆっこ。好きな人ってどうキラキラに見えるの？春くんのこと好きになった時に言ってたでしょ？春くんがキラキラして見えるって。どうというと、体の周りがキラキラしてるっていうのかな。いや、観音様じゃないけどね。いつも恋の話は聞くのが専門だけど、本当は、え、本当はこんな私でも恋がしたいんです。怪我しなかった。すごい、キラキラ。ごめんね、ゆっこ、会わせてくれて。リサと同じならどこでもいいんだよ、ゆっこ。あ、ねえ、見て見て、2組の人たちだよ。ゆう、かっこいい。こっちに来るよ。リサ、今日掃除当番か。迎えに来たんだけど。うん、ごめん。花籠リサ、14歳。実はこの夕暮れ東賀くんと付き合っています。みんなにも人気で、クラスも校舎も違って雲の上の人だった。初めての彼が気に入って、なんて贅沢なんだ。リサ、髪なんか今日いつもよりふわってしてんな。うん、湿気多いみたいで、結ぼうかな。結ばなくていいよ。ん？俺、リサの髪すげえ好き。じゃ、中庭で待ってる。そんなにダッシュしてこなくても。掃除終わった？うん。夕暮れくんはやらないの、バスケ？うん、私のことは気にしなくていいよ、ここで見てるから。俺はリサと喋りたいんだっつの。早く座んなさい。うん。夕暮れくん、ピアスはいつから開けてるの？小6の夏休み、自分で開けました。小6？ そう、このピアス兄貴のお下がり。お兄さんいたんだ、知らなかった。リサ、兄弟は？私一人っ子だよ。へえ、どっちかにいるかと思った。上手に育ってんな。付き合って2週間、君の新しいことを毎日知っていくのが嬉しい。まだ知らない夕暮れくんのこと、あとどれくらいあるんだろう。プロフィール詳しく言う？6月25日生まれ、蟹座大型。趣味は何だ？他、あら、こっちこっち。あ、リサが初恋で初めての彼女。
じめて前に何人かいるかと思った。人好きになるの初めてだよ。初カノですよ、初カノ。私でいいの？いいのって言われても。ねえ、何か交換したい。ビビった。私、ユコのシューズ片っぽずつ交換してるの。そんな感じで。そんな感じって言われても同じもんがいいの？何もないね。教科書とか？あ、じゃあ筆記具とかいいんじゃね？お、はい。俺、これ使うのか。なんかごめん。じゃあこれで。いいの？授業中とか使っていい？なんでダメなの？やった！勉強大好きになりそう。え、なんで笑うの？トウガ、雄大がお前いないと寂しいって。ああ、ちょっと一瞬行ってくる。お、何そのクマちゃん。リサクマ。うわ、流行るわ、彼女のシャーペン使うの。ちょっと前までこんなの考えられなかった。恋の話は聞くのが専門だったのに、なんだか世界が急に高級になった感じ。一中の友達にさ、トウガ君の署名送ってって言われたんだけど、取るチャンスあるかな。やめた方がいいよ、彼女できたじゃん。ああ、6組の花籠梨沙ちゃん。そうそう。でも写メだけならよくない？でもさ、もうみんなのトウガくんじゃなくなっちゃったしね。そっか。てかやばい、なんか悲しくなってきた。ちょっとマジで。夕暮れくんに憧れている人がいる。浮かれてる、私だけ。私のせいで今悲しい人がいる。 Oh, sorry. 英語係？はい。2組に CD プレイヤー取りに行ってくれるかな？2組？あ、先生！一人じゃ心細いので、リサちゃんと行ってきていいですか？OK! 私行くっちょ。すみません、英語の CD プレイヤー取りに来ました。ああ、そこにあるぞ。失礼します。あ、先生、あの子、トウガの彼女。おい、トウガ起きろ。こいつ、ノート開かないくせ、シャーペンだけは握ってんだよ。トウガ、リサちゃんだよ。失礼しました。失礼しました。バイバイ。ちょ、バイバイって。もっと他にあんだろう。愛してるぜとか。いや、いいね。トウガモテるからリサちゃんいろいろ大変だろうけど、てか女子は一度はトウガのことを好きになるんじゃないかな。あのジャンル嫌いじゃない子は。でもトウガ今まで全然彼女作らなかったのはリサちゃんに出会うのを待ってたのかもね。友達。忘れもん。じゃね。え、リサちゃんはヒアリングの CD を取りに戻りました。よし。え、あ、ありがとう友達。シャーペン本当に使ってくれてるのを見てとても感動しました。感想文みたい。君と付き合ってる限り誰かを傷つけてしまう。でもそれが分かっていても。そうだ、リサまだ俺の携帯知らないよな。うん。手出して。リサ携帯持ってねえけど一応。リサ家電は？あ、じゃあ。何かと思ったら。そうだ、後で英語の教科書を借りに行くわ。うん。それが分かっていてもわがままに貫きたいものがある。え、これが夕暮れの彼女？花籠梨沙ちゃんだって。なんか普通だな。でもこういうおっとりした感じの好きなんですけど。
彼氏いると思ったら余計よく見えるんだよね。って一中の奴らが言ってたぞ。トウガ、雄大が斜面見せてたくさい。リサ、夕暮れくん、体育の準備手伝うよ。あ、大丈夫だよ、もう終わってるから。髪結ぶんだ。動くと髪食べちゃう。じゃあ体育の時だけ許すわ。夕暮れくん、結んで。なんて。そういうこと言うんですね。言ってみました。おい、完了。ありがとう。オプション付き。あと今日はフジモンとユイの補習付き合うわ。だから喋って帰れね。気ぃつけんだぞ。変な奴についていくなよ。うん、大丈夫だよ。どこ行こっか。雨だし、図書館とか。あ、これあれ読みたかったんだ。そうね。消えちゃった、星マーク。どうしよう。気づいたらいつも夕暮れくんのことを考えてて、朝も昼も夜も。こんなの私だけかな。気持ちが止まらなくて怖い。勉強好きになるどころか宿題手につかない。宿題？そうだ、英語の教科書、夕暮れくんに。なんかすごい緊張する。あ、はい、花籠です。は、リサが出た。夕暮れくん？うん、お母さんが出ると思って身構えてたのに。あ、私も今電話しようとしてて。英語の教科書だろ。あ、うん。やべ、充電切れる。俺まだが。あれ、リッサちゃん。どこ行くの？雄大くん。あれあれあれ。花籠リサちゃんじゃね。誰？動画の彼女。マジで？マジだ。シャメで見たより可愛いかも。やべえ、割とマジで好きな感じなんだけど。逃げられてんじゃん。こいつデリカシーがないから。かっこ悪い。ねえ、これテンパ？おい、いい加減に。邪魔すんなって言うな。動画と別れる予定は？やべ、夕暮れ、聞いてた？なんちゃって。あ？雄大。はい。明日朝一で俺んとこ集合。ごめんなさい。ああ、怒らせちゃったよ。チェ。てか、ありゃマジじゃん。大丈夫だった？うん。電話切れた後、ユイに携帯借りてかけ直したら、お母さんが出て学校行きましたって。ごめん。電話待ってればよかったのに。なんだかすぐ会いたくなっちゃって。これ。サンキュー。もう無理。夕暮れくんが好きすぎて。泣きそう。え？そっちの泣き。てか言葉のチョイス。ごめん。吐いてもいいよ。え？全部もらうわ。今んとこ俺、リサが足りてねえから。てか、俺の方が好きだと思うわ。
マジで。それは絶対ない。君がいると世界がキラキラして、目の中に星が降る。朝も昼も夜も、夢の中でさえも。星空。Thank you.